最終ラウンド行ってみましょう。行ってきます。裸で行けそうじゃね？ちょっと俺脱いでいい？脱ごうか。うん、俺はね脱いでいいと思う。入ったよ。おし、これはいいやろ。カメラの調子が悪いんですが、こいつこいつ。あ、そうだ、だ。で、近くの。まあ、確かに。2時間後に。来ない。行きましょう。あ、寒い。絶対寒いよね、スーパーって。うん、キャベツ。期待しちゃっていいんじゃない？え？そう。それ違うよ、パパ。うなぎじゃん。なになに？これや。うわー、すごい。え？朝どれ？作りって書いてあるよ。カツオ、お作り。あ、あったあった。ちっちゃい、少ない。いいよ、このぐらいで十分。ほんと？これ二つでいいの。ちょっと待って。25円するんだよ。高いね。これ使ってく？うん。カツオ。じゃあこれ買います。よっしゃ。で、明日の朝ごはんとかももう買っていけばいいでしょ。あ、そうだな。これ買いました。朝どれカツオのお作りと、これちょっとなんかちっちゃいのしかなかった。たたきの作り。でも結構いいね。よし、じゃあ食べたいと思います。いただきます。これはどうしよう。ニンニクついてるじゃん。ちゃんとついてるよ。これ上からかけちゃっていいの？いいんじゃない。いただきます。いただきます。実食。これから行こう。これでしょ。じゃあ俺こっちの島行くわ。うん。
では今日もおやすみなさーい。閉店。ベッタベタやん。何？ん？すげー降ってきたよ、あんた。どうする？どうする？すげー降ってきたけど。ほんと朝からずっと泣いてたでしょ。いや、あんた大丈夫？ちょっと。まだ子供かな。もう大人だろ、どう見ても。うん、長見してる。みんなに可愛がられてるかな。うん。威厳も。うん。まさかのね、まるとかな。まあ、歯が軽い。まつげや。あ、これ冬になるとシャッサになる。保湿は持って帰りたい。なあ、もっと怖いよ。これ持って帰ってほしいから近づいてきたんじゃないの。遊んでほしいだけや。面白い格好してるな。面白さ何。面白い格好してる。初めて見た猫に。メス好きやから。猫メスしか知らない。愛知県行きたいって顔してる。大阪色ならちっちゃいやつ拾ってくれなかった。え、拾ったら買ってもいいの？いいの？知らんよ、証拠に行ったら。ママあんなに猫しそうに見とるやんって言うのかな。よ、ね、猫好きやもん俺ら。ただ、あの、なかったこういうのが入らなかった、住まいに。あれミユの部屋だった。そのうちいいんじゃない。キャットタワーもさよならしなさい。平野サーフビーチ。
ここ駐車場あるか、ここにも。へえ。二見っていうんだな、さっき。爽快じゃなくて。なんかタオル一個なかったかな。紫なくした。